声は松本清張の短編小説。小説公演1956年10月号、11月号に連載され、1957年2月に森大貝松本清張集収録の一編として刊行された。影泣き声のタイトルで1958年に日活で映画化、また4回テレビドラマ化されている。新聞社で電話の交換手を務める高橋麻子は、 社会部の石川博氏に頼まれて、赤星という生の学者に電話をかけた。しかし、太くいやらしい声で電話を切られてしまう。電話帳を見誤り、同じ赤星生でも全くの別人にかけてしまったとすぐにわかったが、不快なので、間違えた方の住所を見てみると、世田谷の屋敷町であった。帰宅し、夕刊を開いた朝子は、世田谷の赤星邸で、 殺人事件が起こったことを知る。調子は警察に出頭し、電話の件を伝えたが、犯人の手がかりはつかめない。ところが、あの電話の声の主が意外なところから、調子の元に現れる。映画タイトル、影鳴き声。1958年10月22日公開。鈴木清順の初期監督作品の一つ。制作、配給は日活。英語題名。 ボイスウィズアウトエイシャドウ。他1958年2月3日と2月10日、KRT 系列のウロコ座はにて2回にわたり放映。1959年10月10日と10月17日、フジテレビ系列のスリラー劇場はにて2回にわたり放映。1961年3月13日と3月20日、TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠。 松本清長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。1962年5月10日と5月11日、NHK の松本清長シリーズ黒の組曲の一作として2回に渡り放映。松本清長の声ダイヤルは死のささやき。1978年3月11日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。 視聴率16.9%。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。影鳴き声に関するカテゴリ。ありがとうございます。